2014年欧州議会議員選挙は、ヨーロッパの地域共同体である EU の議会である欧州議会を構成する欧州議会議員を全面改選するために行われた選挙で、EU 加盟国の一員であるハンガリーでは2014年5月25日に投票が行われた。本校ではハンガリーにおける欧州議会議員選挙について取り上げる。 欧州議会議員の任期が満了したことに伴って、実施された選挙で2004年5月に EU 加盟をしているハンガリーにおいては3回目となる。今回の選挙では、国政与党であるフィデス・ハンガリー市民同盟、キリスト教民主国民党のほか、ハンガリー社会党やヨッピクなど7つの政党が名簿を提出した。選挙の結果、フィデスが過半数を上回る51%の 得票率を獲得し21議席中12議席を獲得して圧勝。4月に行われた総選挙では第3党に止まったヨッピクが14%の得票を得て第2党に躍進、最大野党である社会党は11%の得票に止まり選挙前の4議席から2議席に減らして第3党に交代。初めて欧州議会選挙に臨んだ 民衆連合と共に2014ハンガリーのための対話は検討して、それぞれ2議席と1議席を獲得、野党第3党である環境保護政党、新しい政治の形は、阻止条項である5%をわずかに上回って1議席を獲得した。選挙後、社会党の党首であるメシテルハージは、選挙敗北の責任を取って、党首と、 国会議員団長の職を辞することを明らかにした。本選挙に候補者名簿を提出した主要政党について紹介する。ありがとうございます。